はい、ではまず今回はサンプルの、セッティングからまずやろうと思います。ここですね、ここがロードロックになってます。まず確認することはここのバルブですね。ここのバルブちょっと全体像としてここのバルブになってます。で、バルブ類っていうのは一般的に進行方向がこういう風に行くとすると、回転方法は右側こういう風になります。これが締めです、クローズですね。で、こっちの方向でこうやって回すアンチ、ちょっともう一回やりますね。進行方向こういう風にしてクロックワイズで回すのがクローズです。で、進行方向こちらで、で、アンチクロックワイズの方向反時計回りに回すのが、オープンになります。で、これはどうなってるかというと、進行方向こういう風に行きますんで、こっちに回すのが、クローズで、逆にこっちの方向に回すのがオープンです。じゃあちょっとやってみましょう。これですね、まずオープンの方に回します。あ、ちょっと待って、オープン回す前にどうなってるかちょっと中に見ましょう。この中が一応閉まってます。それがそのうち開きます。ちょっと暗いので、まず電源つけて明るくしましょう。まずつけて、で、この部分明るくしました。で、ここの中が見えてくるはずです。じゃあちょっと開けてみましょう。こっちが進行方向ですから締めなので、逆に開けるときはこうですね。これはこっちの方向に回します。くるくると、ちょっと見てみましょうか。あ、まだちょっと開いてませんね。もうやってみましょう。もうちょっとこういう風です。こっちの方向、こっちの方向、これをよく見とってください。動いてる方向分かりますね。で、こちらちょっとみんな、こちらの方向をちょっと見てみますと、回してきますと開いていくのが分かります。分かりますね、開いていきましたね。開きました。で、通常こういうバルブ操作をするときには真空度チェックしなければいけないです。で、向こうはまあ壊れてますんで、本来向こうか、あとこちらの方のやつを見るということですね。まあ今回そんなに悪くないですね。通常は例えば10のマイナス7乗トールになったりします。さあ、プリパレーションが汚いと、じゃないね、間違えた、ロードロックが汚いとこうなります。まあ今は非常にいい状態ですね。こうなってます。じゃあ、本来はここを開けてサンプル取り替えるので、こことここは閉まってなきゃいけないです。だからちょっと閉めます。ごめんなさい、余計な動作かもしれないですけども、一応閉めます。閉めるときはこっちですね。こっちは進行方向ですから、今回ちょっと説明のためにやりました。ごめんなさい。こっちでこうやってみます。そうすると、あ、ごめんなさい、もう一回 見えるでしょ。閉まっていくときはこういう風に閉まってきます。見てくださいね、こうやって回して閉まってきます。閉まってきますね。ちゃんと閉まっているかどうか確認します。閉まっていますね。で、一回固くなるところがあります。こういう風に音が鳴ります。このタイプのやつは一旦ロックがかかるようになってますんで注意してください。他のバルブとはちょっと違います。で、ちょっと遊びがあります。自由になる。なので、これを1回目使う人たちは先輩とかよく知ってる人に聞いて、どう大丈夫かどうか聞いてください。これはちょっと癖のあるまあ癖のあるって言ったら作った人も怒れちゃうんですけど、なかなか初めての人には難しい、バルブになってます。で、ちゃんと閉まってるかですね。いいですね。じゃあここを開けるためにまず、この周りの部分のところのバルブを閉めます。ここにですね、いくつかありますね、バルブが。まずこれちゃんと閉まってるかどうか、進行方向こっちで右回し、クロックワイズの方向がクローズです。ちゃんとなってますね。で、こっちも今これはバルブが引かれて、ここがつながってる状態になってます。なので、これをこっちへ回してクロックワイズ、時計回りの方向に回してクローズさせます。クローズしていきます。うん、で、締めます。で、あまり力強く締めすぎないでいいです。ある程度のところまで締まればいいです。あまりギュギュッと締めない感じが助かります。例えば小指1本分
人によってはですけど強く締めすぎちゃってここが壊れちゃうので、例えばちょっとくださいね、全部の指使いません。例えば小指当たると力がよく入ると言われてるんで、私の場合は小指をなくしたりします。で回す。でそれもあまり力強くやらなくていいです。ある程度回るところまで回せばいいです。でしまったら OK。 では次にこの部分を待機にしますんで、リークします。今ここから本来はですね、ここに窒素ニワイトロジェンの端子をつけてナイトロジェンを流しながらフローするのはいいんですけど、今そういう仕組みになってないので待機をそのまま入れます。ゆっくり進行方向こっちで、アンチクロックワイズオープンですから、これをゆっくりオープンさせます。まず見とってください。これちょっと誰か硬いね、閉めたのが。ゆっくりこんな感じで開けてきます。で大事なことは、このターボ分子ポンプに対してこの回転数がちょっと見えづらいですけど出てますね、 100% で、これが下がらないかどうか確認しながら開けていきます。あとはもう一つはこちらのゲージですね。こちらはメインチェンバー、つまりこちらの本体の方の真空度ですから、こちらも本体は粗くなってないかどうかチェックしながらやるといいです。外部のちゃんとした機関ですと、こういったラックに、真空度が表示されるように作ってあるところもありまして、バルブ操作しながら、真空度をチェックできるんですけど、ちょっと予算がなくてですねできてません。まあいろんなところから補助いただけると助かるんですけどね、まあしょうがないですねそれは。でこれを少しずつ開けていきます。うん、あまり回すとダメ、外れちゃうんで大体でいいです。で、まず回転数に問題がないということは大きな負荷がかかってないということになります。こちらにでこれも外れますね、こうやって外れます。だからここはもう待機になってます。で、忘れないようにまずこちら閉めておきます。こっちの方向に対して、クロックワイズ、時計方向だとクローズ、閉めになります。でちょっとここみんなが使いすぎてですね、効きが悪くなったのでちょっとだけ強く閉めます。私の場合はこの2本指だけ使って閉めるにします。でこんな感じです。でこんな感じで、待機に解放ができました。じゃあ次は、この先端の部分にサンプルをつけて真空引きするということになります。ではそれはまた次回になります。